さて今日はですね BMW X4 の試乗会にやってきました。なんとですね2014年以来初めての新型にモデルチェンジということでですね、こんな感じで顔も随分変わりましたよね。はい、でちょっとね今時顔になったというか、ね、BMW といえばこのキドニーグリルですが、その解釈もねちょっと変わってます。なんと見える？ほらゴールドなんですよ。これかっこいいでしょ。今回ですねご用意いただいたモデルが 40i ということで、M のですね、BMW といえばの直六のですね、エンジンフラット6ですよね、 3.0 リッターのエンジンになっているものをご用意いただいたんですけれども、実はラインナップにも2リッターの直四エンジンの方も直四ターボの方もね用意をしているみたいです。そちらの方今回ね試乗かなわないんですけれどもね、今日はこの M40iM ね、こちらの方の試乗をお届けしたいと思います。さあサイドビューもですね、これねあのホイールベースが 55mm 延長されたんですって。なので非常に勇ましいです。さあリアビューですけれども、リアビューもね、非常に美しいですよね。やはりこの SAC スポーツアクティビティクーペのね名にふさわしくですね、非常にあのルーフの方も傾斜された、他にない、まあ、今ねこういうねコンセプトのものたくさん出てきましたけれども、当時はねなかったですよね。やっぱりね X6 から始まったこのクーペスタイルと SUV の融合なんですけれども、 X4 になるとさらにデザインがキュッと締まって、またそれはかっこいいです。ちっちゃいボディいいですよね。私的には X6 の迫力ありすぎる感じよりもこの X4 のですねキュッと塊感のある締まったデザインの方が好きだったりもします。それではインテリア乗り込んでみたいと思います。まあ、しっかりね M40i とこのねスカッフプレートのところにも書いてあったりしてね、乗る前からかなりテンションが上がるんですが、室内にもところどころにですねこのシートのこういうところに M のね、この3色のカラーリングがなされていたりとか、まあ、それからですねなんといってもこのメーターの中にもちゃんとね M40i とかに入っていて、その M を選んだ、自分のチョイスを毎回毎回ね、喜ばせてくれるような、はい、そういうね、仕掛けもなされています。シートも綺麗ですよね。あの立体構造も上手になされている上にデザイン性も高いっていうね上手な、作り込みがなされています。はい、ヘッドクリアランスこんな感じ、わかりますかね。私今ちょっともたれちゃってこんな感じ、162センチの私がこんな感じです。まあ大人の、まあ、成人男性で170センチ以上ある人だと、まあ、ちょっと苦しいかなとは思いますけれども、まあそんなにじゃん、まあ子供さんとか、まあ、ご両親とかね、たまに乗せるっていう用途だったら、全く問題はないんじゃないかなっていうふうに思います。座面の座り心地は非常に良いです。で、ちょっとね、まあ、背中が先代モデルとかちょっとね、直立してたんですけれども、そこはまあまあ、それほど、7時間これで帰省するとかじゃなければいいんじゃないでしょうかね。クッションも非常に柔らかくて座りやすいと思います。さあラゲッジスペースです。ここかな。お、 BMW のロゴを押すと、現れるラゲッジエリア。まあ今回ですねこれもかなり気合を入れて作ったというふうにアナウンスをされたので楽しみにしていたんですが、大きいですね割と。このですね腰高なので、まずその開口部のね最低地上高が割とあるんで、まあ
私のねレディースサイズのゴルフバッグだったら、まあ持ち上げるのもそんなに大変じゃないかもしれないんですけれども、あのフルサイズのゴルフバッグ、しかも結構重めのねアイアンたくさん入れてらっしゃる方だと、まあちょっと上げるの大変かな。まあでも X6 よりも全然低いかな。まあちょっと体感そんなイメージですね。奥行きは結構あります。で、まあ、今回このトノカバーとかもそうなんですけれども、あのシートアレンジが非常にしやすくなったということで、あのレバーを引いたらパタンと倒れるようになったと言ってたんですけど、これかな、これかな、これフックでしたね。ただのフックでした。どこに何かがある、 あったあった、これだこれだ、あもっと手前でした。この開口部の横にですね、この、プルアップ式のこのレバーがあって、これをいきますよ、バンと引っ張ると、はい、可動式のですねシートがこういう風に倒れます。どっちも左右あります。いきます、バンバンという感じでですね、シートアレンジが非常にしやすくなったというのも、今回の売りだそうです。これ嬉しいですよね、地味にね。あの荷物積みたい時って急な時多いから。さてそれでは早速この BMW X4 M40i 試乗してみたいと思います。いただきますよ。いい音。今回ねこの SUV モデルなのにもかかわらず、試乗コースをあのターンパイク箱根のね、アネスト岩田ターンパイクになったんでしたっけ、今ねあの名前ネーミングライツがちょっと、頻繁に変わるので、毎回迷っちゃうんですけれども、このターンパイクで行われています。でこれもね BMW 的にはかなりチャレンジングだったらしいんですけれども、やはりねあの SUV ではなくて SAV、 あのそしてこちらが SAC ですよね、通常の SUV モデルを、スポーツアクティビティビークル SAV、 それから、このクーペモデルの方をスポーツアクティビティクーペっていう風にね位置付けしていて、 SUV のパッケージでありながらも走りを全く犠牲にしてないよっていうね、この BMW らしい、その試乗会場の選び方だったのかなとも思いますよね。で今日かなりね外がノームで、結構ね、視界が悪いので安全運転で行きますね。にしてもやはりですねターンパイクってあの坂道が連続するところで、あの関東以外のお客様はあまりわからないかもしれないんですけれども、六甲、関西でいうところの六甲アイランドの上みたいな、そんな感じ、色彩のスカイラインみたいな感じで、まあ、あの運転好きな方にはたまらないハンドリングルートなんですけれども、あとあれかな、阿蘇山とかもいいドライブルートいっぱいありますよね。あのあそこ大好きなんですけれども、まあ、そんなあの有数のタイトなハンドリングルートになっているんですが、ここ登攀もねやはり箱根の山の方、大観山の方まで登っていきますので、結構ね登攀もハードなんですけれども、まあ足をちょっとアクセルに乗せているだけで、まあこの巨体をぐい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 と何のストレスもなく、むしろ快適に滑り出させてくれるっていうのをね、やっぱりでね、このねあの吹き上がりの仕方がものすごい気持ちいいんですよ。でこれやっぱりフラット6、やっぱりね直六いいなっていう風に思っちゃいます。だからまあちょっと今回試乗はかなわないんですけれども、あの直四の2リッターターボの方はどういう味付けになってるのかな、ここもちょっと楽しみではありますけれどもね。ただしですねこの M40i なんですけれども、 M の名前がついてるんですけれどもね、いわゆるあの M3 とかね、いう方の M ではなくて、まあ、実用性の高い BMW の通常のラインナップモデルと、それからその M の中間に位置する、まあ、実用性の高い、スポーツモデル、まあ真ん中ぐらい、 M パフォーマンスっていう考え方の M なんだそうです。まあ、ですからですね、あのその味付けの方も全然過激ではなくて、あのむしろサスペンションの方もかなりあの柔らかい感じで、味をつけられているのが印象的です。であのこの X4 なんですけれども、やっぱりね、サスペンションストロークがそれなりにあるので柔らかい、ストロークが深いっていうのももちろんありますし、あのロールを割と活かしている方向なのは、この欧州の流行に乗っ取ったのかなとも思いますけれども、 M みたいなね、いわゆるその M3 みたいなね、あのガッチガチに固められた、まあ、サーキット走行まで見越したようなサスペンション、
足回りっていうわけでは全然なくて、むしろね、あの日常走行域でも十分に、このドライブを楽しめるような、優しい感じの味付けにはなっているので、これ、いい落としどころに作られたなという感じのイメージですかね。むしろキャビンの方はね、フラットに保たれるようなイメージです。のインフォメーションガッチガチっていうね、いうような感じでは、そういう方向性ではないようなイメージですね。まあ、ただやっぱりその、BMW さすがその辺上手だなと思うんですけれども、路面からのインフォメーションを適度にドライバーには伝えてくれます。なので、今どういう路面を走行しているのか、次どういう操作をしたらいいのか、ドライバーは次のコーナーに対してどういう心構えで、臨んでいけばいいのかっていうのをね、直感的に分からせてくれるような、そういうインフォメーションはちゃんとつけられているのでご安心ください。まあ、その辺やっぱりね、さすが M っていう名前をつけているなっていうだけありますよね。まあ、ちなみにですね、最高出力は 360PS あります。最大トルクは 500Nm を、ですね、1520っていう低いところから4800っていうところまでね、回してくれる、こちらも頼りがいのあるスペックにはなってますけれども、まあ、0-100km がなんと 4.8 秒というわけで、M パフォーマンスっていうね、中間の味付け、位置付けなんていう風にちょっと遠慮気味に言ってますけれども、中身十分に頼りがいのあるモデルになってます。まあ、っていうのもやっぱり BMW ね、走行のモードが変えられてまして、私今ね、あのノーマルの走行モードで走ってるんですけれども、その走行の切り替えがシフトノブの下の方のスイッチでできるようになっています。ちょっとじゃあスポーツに変えてみようかな。いきますよ。おほほほほエクストラダイナミック設定みたいになっていきなり吹き上がりましたね。今だいたいね1500回転ぐらいだったのがもう2500回転ぐらいまでブンとこうエンジンが回って、勇ましい音まで勇ましいです。おお、今バックファイアしましたね。こうブリッピングみたいなのもね、シフトダウンの時には勝手にしてくれて、非常にレーシング気分が盛り上がります。おお、サスペンションも、おおおお、サスも結構固く締まりましたね。今あのゴゴゴゴっと割とそんなに荒れた道ではないんですけれども、路面をしっかり掴んでいる硬いセッティングに変わりました。これちょっともうちょっと走ってみたいな。あ、間違えた。聞こえますかね、この低い音。あ、でも低速も結構滑らかです。あのこういうね、走行モードを過激にするとですね、意外とこうガクガクしちゃったりとかね、あのトランスミッションがね、1速2速のところの回転がうまく合わないで、ちょっとこうゴゴッという風にね、ドライバーにちょっと不快感が伝わったりする時がたまにあるんですけど、まあ踏みしろかな、ジェントルに踏んであげればその辺はね、全くその違和感なくですね、車の方が合わせ込んでくれる感じのイメージですかね。いい音、燃費悪そう。これはでもちょっと快感ですね。メーターをね、一気にあの真っ赤っかになって、走行モードがねスポーツモードになっているよっていうのを視覚から盛り上げてくれる。これ他のね、BMW のモデルとも一緒ですけど、さすがこの盛り上げ方は M ですよ。やっぱバフバフ言ってます。そんなにスピード出してないんですけどバフバフ言って気持ちいいなこれ。そっか、でノーマルがコンフォートモードと同じ感じになってるんですね。でこれだと、まあ、シックな内装メーター周りのね、デジタルのメーターになってるんですけれども、このメーターもシックな大人の感じになって、それからサスペンションもかなりふわっとした感じに変わります。まあ大体の人がこれで乗るんじゃないかなと思いますけどね。こういうねターンパイクに来た時なんかはもうぜひスポーツモードを選んでいただいて、この素晴らしいサウンドをね、フラット6サウンドを楽しんでいただけたらいいなと思います。まあ、あの音っていうよりもやっぱりフラット6ってこの滑らかに吹き上がるこのなんかね、絹を撫で上げる時のような感触の吹き上がり、もうこれがもうやっぱたまらないですよね。いいなって思います、何回乗っても。
でさらにまあ BMW といえばエコプロモードっていうのもあって、まあ、エコプロモードはかなりあの燃費の方に振ったモードになっています。これでもちょっと走行モードのスイッチが分かりにくいから、もうちょっとね、触って分かりやすいようにしてもらいたいな。視点の移動がね、慣れないと必要になってきちゃう気がします。さあエコプロモードになるとですね、画面の中が全部ブルーになって、これはこれで宇宙船っぽくて素敵。全然吹けない、全然吹けない。BMW ってこのね、走行モードの味付けの仕方が割とはっきりしてるんですよね。スポーツはスポーツで、コンフォートはコンフォート、そしてエコはエコっていうね、パンパンパンとこうそれぞれのモードに、あからさまなぐらいに差をつけるっていうのがね、BMW ならではの味付けだなっていつも思ってるんですけど、今回もねその辺、ちゃんと味付けを住み分けてきました。こうすると一粒で3度美味しいからね、いいですよね。